ゴースティングしたやつがゴースティングにやられ、ゴースティングしたやつがゴースティングにやられ、その繰り返し。ハリーは今日もプンプン。あ、お魚さんだって。うふふ、早いんだ、もうちょっとやらして。ちょっとさ、怖いからさ、ここ離島行くわ。うん、もうゴースティングどれだけ入ってんのかちょっと見たいわ、怖いから。はい、ここゴースティング島に集合や。ここはゴースティング島や。ゴースティングを検査します。あなたたちがどれだけいるのか、いけない子がどれぐらいいるのか検査します。オフ会ですか？オフ会じゃないですよ、嫌がらせですこれ、確実に。オフ会ゼロ人より悪質ですこれ。これがもしオフ会だとしたら。うん、第1回目のオフ会開きますね。あ、まず一人発見、一人じゃなかった、よかった。あのさ、こうやってさ、ゴースティングはどれだけいるんですかっていう話をしたいんだけどさ、そういう時に限ってゴースティングしてこないのやめてくれる、本当に。あ、全然いねえじゃん。ほら、一人しかいねえじゃねえかよ。なんだこれ、みんなスナイプ勢になっちゃった。ほら、あ、やばいやばい、なんだこれ、一人しかいない。お、なんかワンチャンやろうとしたな今。おい、ちょっと待て。オッケーオッケー。うん、うん、うん、微妙なんで、さ、ナイス。あー、ガラスキー好きだ、ガラスキー好き、みんな見て、ガラスキー好きだよ、ガラスキー好き、ガラスキー好きだよ。わー、すげ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 ー。ごめんなさい、あのさ、こういうさ、こういう来てくださいって時に来てくんないと、本当にね。何号3人でこれ、お前半分だけ赤い、なんで半分だけ顔が赤いぞ、なんでだよお前、右死んでんのそれ。え、魚さん、あなたはお前熱持ってる、やばいじゃんもう。え、すげえ露出してるとこだけ赤い、目も赤いってどういうこと、充血してんじゃんお前、目やばいよ、改善しろお前。ギャラクシー、お前は赤くねえよな。嘘やん、いやこう見たらもう初期スキンお前、いやギャラクシースキン、いや初期スキンやお前それ。何やこのスキン、初期スキンやないかい、ギャラクシースキンやこれ、ギャラクシー、何やこれ。こう見ればお前ただの初期スキンだからな、お前何にも、なんかおかしいぞ、なんだこれ、やばい、水暴走だ、水暴走、ほらこれ僕もなったやつ、水暴走、水暴走です。僕小学生になったよこれ、こう痒いやつ、ほら水暴走や、おい、さよなら。はい、聞けました、はい。マジでノリ悪いんだよな、スナイプ勢って、本当にマジでノリ悪い、スナイプで邪魔ばっかしてきた俺、杖選手権ばっか、なんか自己中心的なやつはマジで性格悪いからな。やってんねって感じです。君は誰なのこれ。お、かっこいいな、こういうの。あの、ハリーポッター何がかっこいいってさ、キャラクターのデカさとかもかっこいいよな。ハリーポッター見ようかな。ハリーポッターってどこが一番面白いの？なんか最後の方わっきわかんないじゃん。ハリーこっちへ来いって言ってる方が一番楽しくない？先生の後頭部からさ、ボルデモートギアズギンを出てくるやつ。ハリーポッターまた会ったら、その名は今ハリー。最初の方が良かったよな。ちょっとあのロンとエマ・マティスさんがキスしてたとこからちょっと若干ちょっと引いてた。ちょっと引いてたわ。えっつって。バナナスキンか。バナナスキン早く欲しいんだよな。もしかしたらバナナスキンさ、ダルビッシュさんのアマゾンで買ったコスプレのバナナの方が早く来るかもしんない。フォートナイトより。ダルビッシュさんからいただいたバナナスキンで動画撮ろう。
トイレ行きたいけどあと40、いや40秒じゃちょっとできないな。最近ね腹痛がすごいんだよ。毎回思うのが、干し昆布の梅あるじゃないですか。それをね一袋以上食べるといつもお腹壊すんですけど、本当に美味しすぎて買うとしたら5袋ぐらい買うんですよ一気に。だいたい2日でなくなるね。毎回それでお腹壊してる。で今日の朝もそれパクパク食べてて、ずっとなんか喉が渇いてる状態。もしかしたらちょっと健康上良くないから母親にやめさせられるかもしんないけど、これマジでみんなおすすめ。でもお腹壊す。もう母親に食べられる炭酸ジュースもやめなさいって言われて、なんか過剰に摂取する癖があるからな僕は。アーモンドチョコレートとか。後ろから撃ってんの？なにこれ？反応してくれ。嘘。SMG！ あ、SMG なかったんか。危な。ずっとスナイパーで撃ってるやつがいる。ちょっとこれちょっと良くないな。グライダーあんまり僕使わないからこれでいいや。ちょっとダメ、グライダーいらね。グライダーなかったらグライダーでなかったで落ちるんだろこれ。ねえ、ないものねだりってやつだろこれ。ねえ、知ってんだよなこれ。どうせグライダー捨てたからグライダー落下してどっか死んじまうんだよ。フォートナイトはミニポ飲んだらデカポは出てくるし、そういうゲームなんだよねってこと。みんな見ててな。やかましいな、ずっとスナイパーでベンベンやってんの。スナイパーでさ急にズキュンってやられても納得いかないよ正直。何やってんだこれ。え、どこ行った。はい、どういう立ち回りしてますか。あんまり僕に立ち回りのこと聞かないでください。いや立ち回りはね、なんて言うんだろうな、ディフェンス型だね。ガンガン行かないで周りを見ながら避けられないように気をつけて立ち回ってますけど、口で説明できるかな。あいつマジでやっ、あいつかずっと撃ってんの。許せねえな、あいつ許せねえ、あいつは許せねえ。ダメです。怒ってる怒ってる怒ってる、怖いんだな。移動してるな。あと一人どこにいんだろうな。さあ来い。うぅ、ダメみたい。あーちょっと一人わかんないな、どこにいんのか。怖い、攻めたくない。ああいうわかんないやつにやられるのが一番多そうな気がするんだよな。絶対やられる気がするんだけど、わけわかんない一人に。うん、なんかいるとかワンチャンある。ないね。うわ、撃ってきた。え、あと一人いないんだけど。え、一人いない。あと二人いるよね。あれ、なんだこいつ。絶対草むら隠れてんじゃん。おいおいおい、そこかー。オーマイロマスティキ、初見さん、皆さんチャンネル登録よろしくね。オーマイゴネス、ありがとうございます。 Thank you。 まあ今回は、まあ、今回の反省を生かして第2回目の、オフ会で今回のリベンジを果たしたいと思いますよ。